格闘家の朝倉未来31と平本蓮25が16日東京六本木ヒルズアリーナで行われた朝来人3発表会見に登壇し、7月28日に行われる同大会で対戦することが発表された。数々の因縁を繰り広げてきた二人による、多くの格闘技ファンにとって待望の一戦の実現。その大きなきっかけは、昨年12月に行われた渋谷会見での平本のスピーチだった。昨年11月、朝倉が初挑戦のキックルールでヤーマンと対戦して1ラウンド後負けし、直後に引退を発表した。2日後には引退を撤回したが、1ヶ月後の大晦日のライジン45で朝倉に勝利したヤーマンと平本の対戦が決定。朝倉未来の敵討ちの構図となった試合に向けて、大勢のファンが集った渋谷での会見の場で、平本は朝倉への熱い思いを語った。以下、平本の発言を完全掲載する。